決めてくぜ。大会ルールでやろうぜ。面白そうじゃん。一番星くん、ルール分かってるの？とにかく勝てばいいんだろ。お前、ルール分かってねえだろ。ルールを説明するね。相手の戦力ゲージをゼロにした方が勝ち。シンプルでしょ。対戦相手なら誰を倒してもいいのか。そう、誰の機体でも構わないわ。とにかく数を倒すことが大事なの。そうね、ボンクラにつけて集中攻撃が手っ取り早いかもね。グワン、なんか言われてるぞ。お前が負けたら許せないからな。そうだな。負けないように全力を尽くすよ。んじゃ、始めようぜ。かかってこいよ。ジュリーの VS、なんかすっげえな。わかる？わかっちゃう？
厳しくなってきたな。決めてくぜ。大会ルールでやろうぜ。面白い。リーちゃん、とにかくお前対戦相手の嘘んじゃ始めようぜ。かかってこいよ。ジュリーの VS なんかすっげえな。わかる。いたしのハニーハニーよ。ロールアウトしたてのほやほや。チューニング前に自由でしたって。おいおい、俺らは実験台かよ。大勢出場の VS を公演し、まだまだまずい。
ってきたな。痛いじゃない。まだまだ。始めようぜ。オラオラオラ、決めてくぜ。出てこい、エイクリット。編集エイクリットは森の奥にいるはずだよ。気色悪い森だな。お前ら
ビビんじゃねえぞ。異常気象の原因なのかな。それを調べに来てんだろう。急げって。
お待たせ。エクリトを倒しちゃった。ほったらかしにはできねえだろ。異常気象の原因かもなんだし。うん、そうだったね。戻ろう、ビカビカさんに報告だ。始末したようだな。もう知ってるんでしょ。例のボーイがやってくれたわ。ブレン・ターナー、カエルの子はカエルというわけか。隊員を危険にさらすわけにいかないわ。以後の実験は中止する。我々の立場でよく言えるな。まあいい、これ以上実験の必要はない。次のフェーズに移行する。